明覚駅からここ小倉城跡駐車場までだいたいシャキシャキ歩いて1時間ちょっとぐらいでした。ということで次はここから菅谷館跡を経由して嵐山駅まで行きたいと思います。よいしょ。4台ぐらい止まってる。あー、山が色づいてる。めちゃくちゃ綺麗な、いい景色だな。行くのが一番緩やかなコースですね。小倉城は谷川橋。おー、絶景、絶景。あー、こっちも絶景。あー、すごい。嵐山渓谷観光駐車場。わ、すげーな。すげー車止まってる。まだまだすげえな。一応小倉城跡看板右手に立っております。緑のトラスト保全第3号地嵐山渓谷へようこそ。三橋の小京都。おお、こっちに行くと、はあ、じゃんじゃん車入ってきた。すげえ、大人気。眩しい。眩しいな。あー、小倉地区がこっからも眺められる。小倉城跡の登り旗が見えるな。水辺の道も良かったけど、この道の気持ちがいいな。展望台、東屋。あ、下にも道があるな。あ、下の道も良さそうだな。あー、もみじが綺麗。おー、武蔵嵐山駅左。
帝国バーベキュー場。知らんぞ。それはややかた。そう、通るにはこっちだな。お、飛び石。お、結構ある。素晴らしい。もう少し行くと時川と合流するか。濡れてる。誰か落ちたの。すごい。確かに絶景だわ。嵐山渓谷バーベキュー場に着いた。いい匂い。あ、ちょうど昼時。すごい気になったってる。ああ、疲れた。やばい。このバーベキューの匂いにやられそう。早くここ出発しないと。よいしょ。13人鎌倉殿の13人。ちょうど昼時。あー、いい匂い。めっちゃいい匂い。右手には嵐山町のラベンダー園が広がっています。月側と月側の合流するところ。お、月側と時側がここで合流すると。菅谷館跡。こんにちは。着いた。国指定史跡、菊
非常館跡群の一つ、ジャジャジャカタートにやってまいりました。あー、立派な堀ですね。向こう側が青春な切り岸がずーっと続きますね。その上が土塁ですね。すごいですね。右手に見える建物が埼玉県立南関施設の博物館、畠山重忠が居館したところと伝えられています。国道254に出ました。ユニバーサルカレーゾーン気になる。嵐山駅に着きました。ということで、嵐山駅に無事に到着することができました。明覚駅から歩きまして、トータルで2時間半弱かかりました。以上です。